おはようございます。つねです。KF の動画制作やライブ配信、大会の開催なんかをしているおっさん、通称教祖です。前回の動画で97の要注目な感じの強キャラについて紹介解説をしてきました。そちらをまだご覧になっていない方はぜひお手すきの際にご覧いただければ幸いです。で、本動画では前回解説しきれなかった強キャラたちプラスアルファの紹介解説をしつつ、それプラス中国における隠しキャラなしでのキャラランク、前回の動画の謝罪、そしてバグを含めた KF97 の補足知識を扱っていこうと思っています。これだけ見ると項目多いですけども、割と手短にやっていきたいなと思っています。なるべく短くできたらいいなと。で、おそらく多くの方の関心が集まっている暴走有利などの隠しキャラについては次回の動画で扱う予定でおります。隠しキャラについての解説と、実際の対戦が見たいという方はぜひチャンネル登録の上お待ちいただければ幸いです。今後他の KF タイトルの紹介解説動画も作っていく予定でおりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それじゃあまずは強キャラの紹介からいってみましょう。最初にご紹介するのがベニマルです。一つ目の強みが子供たちの味方フライングドリルですね。ジャンプ中に下要素プラス D で出る特殊技です。97からかっこよく技名を喋ってくれるようになりました。それなりに威力のある多段技になっていて、判定は強いわ。これ軌道変わってますよね。その前のジャンプの軌道関係なしに一定の軌道を描くように、前斜め下に落ちていく感じなんですけど、こういう風に変わるわ。空中ヒット時に、雷光剣で追い打ちができるようになっているわで、非常に強力なわけです。これね、空中ヒット確認も簡単なので、雷光剣で追い打ちするっていうのは非常に簡単です。97が出た当時はめちゃくちゃにこれ猛威を振るってましたよね。後日の真空片手駒だとか、今お見せした雷光剣だとか、優秀なジャンプ攻撃の存在もあって、とにかくこの技を出しまくるだけでも結構強いです。相手からすれば結構恐怖ですね、これはね。コマンドがもうとにかく空中で下プラス D なので、簡単なので、幼い子供たちの味方でもありました。この技実は地上ヒット時でも当たり方次第で着地後に地上技が入るようになってます。雷光剣だとか今みたいな遠距離立ち B が繋がるようになってます。ただ低めに最終弾が当たってるかどうかっていうの判断はちょっと難しいんですね。よくわからない場合は真空片手駒ね、出してお茶を濁すか、先ほどの遠距離立ち火を出しておけばいいっていう感じですね。非常にお手軽で強力です。2つ目の強み、子供たちの味方2号真空片手駒ということで、ぐるぐる回りながら蹴ってその後後ろに飛んでいく技ですね。もともとは逆ヨガコマンドプラスキックだったような気がするんですけれども、97では竜巻コマンドプラスパンチで出るようになってます。発生が早く威力もそこそこ、遮断 B から繋がるようになってます。ダウンは奪えないんですけどもね、自分が大きく後ろに跳ねるんで、あんまり気にならないっていう感じです。攻撃判定も結構大きいので、こういう間合いで置いとくだけでも、動こうとした相手に、当たったりします。フライングドリルの後に出したりするとね、結構お茶濁しとして強力ですね。攻撃判定消えた後ね、長めの硬直、後ろに飛び跳ねてる大きな硬直はあるんですけども、ものすごい勢いで向こうに後ろに飛んでいくので、反撃は受けにくいです。もうなんか、端飛んでいくぐらいの勢いですね。で、後ろに飛んでいった後の着地には、実は隙がありません。これ、ワイプで出すんでちょっと見てください。はい、着地硬直ゼロで、これリバーサル大ジャンプ入力してるせいでこんな見た目になってるんですね。着地硬直ゼロなんで、その着地に壊しとかをされてもガードが可能です。なので、飛び上がってしまえば、反撃としてもらうのは空中でのコンボのみとなります。着地しちゃえば、ガード間に合うし、リバーサルジャンプもできるんで、地上くらいで連続技をもらってことはもう基本ないわけです。空中で、例えば浮かせ技もらってそこから痛いコンボとかそういうことはあるかもしれませんが、地上のコンボをもらうことはないってことですね。リスクはかなり小さいと言えます。自分が端を背負っていなければ、適当にガードさせちゃって結構大丈夫です。ガードキャンセル前後転をされると危ないといえば危ないんですけども、反撃を決める側には高い水準の操作精度と状況判断求められるので、相手がよほどの手だれでない限りは気軽に出しちゃって OK です。弱か強化で回転数が異なっておりまして、出始めの見た目で判別するのはもう不可能と言っていい感じなので、反撃する側も結構博打になったりします。そのガードキャンセルね、前転をしようにも後転をしようにも、何段技になってるかよくわからんという感じになりますんで、早めにガーキャン前転しちゃったせいで、その回転の残り食らったとかそんなこともあるわけですね。とりあえずガーキャン前転から空中にいる間に攻撃食らうぐらいの反撃がある程度の認識で大丈夫だと思います。
まあ、97年当時格闘ゲームに不慣れだった子供たちの強い味方ですね、これはね。3つ目の強みが充実の返し技たち、まあ、無敵技たちですね。いわゆる無敵対空技として使えるスーパーイナズマキック、これ弱の方が無敵がしっかりしてるんですけども、こちらがあるだけでなくって、超必殺技の雷光拳も完全な無敵技として使えるようになっています。見た目からはあまり想像がつかないぐらい雷光拳しっかりした無敵技になっているので、対空技としてもぶっ放し技としても使えます。凶悪です。ちょっとワイプご覧ください。こんな感じで無敵時間しっかりしてるんですね。ダメージも大きいので相手は安易に飛ぶことができなくなります。雷光拳は隙がそれなりにあるんですけども、密着付近でガードされない限りは痛い反撃をもらうことは少なくなってます。まあ、これぐらいの間合いでガードさせるだけでこんなに離れちゃいますので、いわゆるフルコン決めるっていうのはかなり厳しくなってます。なのでそれなりに気軽に出していけるようになってますね。そのあたりも含めてやっぱり幼い子供たちの味方っていう感じがしますね。余談ですが、隙の小ささと無敵の長さをいいことに、97年当時頻繁に雷光拳をぶっ放す同級生、私の同級生がいました。フルコンボを反撃に入れて分からせてやるために、もうね、起き上がりに雷光拳ばっか出すんで、起き上がりに前転を重ねてみたんですね。脳単位で想定したのと全然違う結果になって絶望した記憶があります。まあ、どんな感じなのかっていうちょっとワイプご覧ください。まあ、コマンド正しく入れろよって話なんですけどもね。97他の技が漏れやすいゲームだから仕方ないですね。4つ目の強みが普通に高性能な通常技立ちということで、めくり性能があって横にも強いジャンプ D ですね。これめくれます。また地上技同士のぶつかり合いで強い、遠距離立ちですね。まあ、こんな感じで相手の足払いなんかを潰せるようになってます。また低いジャンプを頂点付近で叩き落としやすいジャンプ防止技として優秀な遠距離立ち B など優秀な通常技多く持ってます。ついつい飛びたくなる本作でこの遠距離立ち B みたいなリーチが長くって相手の小中ジャンプ頂点付近で叩き落とせるジャンプ防止技の存在は大きいです。フライングドリルをガードさせて、振っていくのも割と安定ですね。空中ガードしようとする相手を、まあ、咎めやすいっていうのもポイントですね。まあ、ダメージはちっちゃいんですけどもね。まあ、このあたりの通常技を使いこなすのはそれほど簡単ではない、まあ、その子供の味方っていう感じではないんですけども、逆に言えばベニマルの伸びしろとして存在しているとも言えます。5つ目の強みが一振れ投げだってあるっていうところですね。威力は小さいものの、ベニマルコレダーっていうこの必殺技のね、一振れ投げを持っていて、さらにエレクトリッカーという超必殺技の一振れ投げも持っています。まあ、ジャンプが低く、そこまで低くなくって下に強いジャンプ攻撃、下に長い技っていうのもないので、バリューセット持ちっていう感じではないんですけども、空中ガードの駆け引きに参加できるっていうのは大きいですね。ちなみにバリューセットっていうのは、低くて速いジャンプ、プラス下に強いジャンプ攻撃、プラス一振れ投げのことを指します。前回の動画でご説明しているので、前回の動画をご覧いただければ幸いです。6つ目の強みとして、空中投げだってあるよっていうものがあるんですが、97では空中ガードが強力なので、とりあえず飛んで空中ガードっていう方針の相手がかなり多くなってます。そうした空中ガードを咎めやすいのが空中投げですね。ジャンプ D で飛び込みながら仕掛けることができるので強力です。なんかジャンプ D で普通に飛んだはずなのに空中投げに偶然なったなーみたいなのが、まあ、結構あってラッキー、美味しいですね。かゆいところに手が届いてますね。ベニマルの総評です。先ほどから子供子供うるせえなこいつって感じだったかもしれませんが、97年当時幼かった方々にとって高校生くらいの怖いゲームも強そうなお兄さんたちに対戦において対抗するための最終兵器の一人だったと思うんですね。ベニマルはね、非常に使いやすいキャラになってると思います。誤解を恐れずに言えば、小学校低学年の子供が使っても強いっていうタイプのキャラですよね。もちろんやりすぎるとお兄さんたちに画面外で蹂躙される可能性もあったんですけども、まあでも本当に格闘ゲームやアクションゲームが苦手な方にも真剣にマジにお勧めできるキャラになってると思います。もし格闘ゲーム未経験だけど、これからこの97を始めたいと思ってる方がいらっしゃるなら、絶対にベニマルをチームに入れておくべきだと思います。とにかくフライングドリルを出して地上の相手に触れさせてから、まあ真空片手駒出していくっていうのを繰り返してるだけで、半端な実力の大人たち、対戦相手はどんどん駆逐されていきます。無敵技である雷光拳はガードされても痛い反撃が、まあ、あんまりもらわないので、まあね、相手側からすれば痛い反撃を決めるのが大変な技なので、割り切ってぶっ放しても良かったりするっていうのもまあポイントですよね。ただジャンプがふんわりしていること、まあね、割と緩い感じですね。ふんわりしてる感じですよね。で、能動的な崩し、そこまで得意ではない、バリューセット持ちではないっていうあたりから、ランクとしては最上位まではいかないってことになってます。コンボ面も他の上位キャラに比べると、ちょっと物足りないところがあります。でも、あまりにも扱いが簡単なので、結局実戦ではかなり凶悪なキャラになるかなと思います。次が山崎です。
強みの一つ目が一触れ投げがあるというもので、一触れ投げになっている下里の爆弾パチキと長下里のドリルを持っています。これですね。これだけで強キャラになるための大事段階をクリアしている感がありますね。爆弾パチキは威力控えめですけども、ドリルは今お見せしているようにボタン連打でダメージが大きくなります。崩しやコンボに使えますし、空中ガード絡みの駆け引きにもこれで参加できるようになってます。こんな感じの空中ガード絡みの駆け引きですね。爆弾パチキのコマンドは後の作品と異なり41236、半回転ですね、ヨガコマンドになっていて、16入力で他の技が暴発するのを防ぎやすくなっています。強みの2つ目がバリューセット持ちっていうもので、前回の動画で低くて速いジャンププラス下に強いジャンプ攻撃プラス1触れ投げっていうのはバリューセットであることをお伝えしました。山崎はバリューセット持ちなんですね。具体的にはジャンプが低くて速い、横ジャンプ D がかなり下に強い、それに加えて1振れ投げがあるので、上り気味の小中ジャンプ D から、1振れ投げをこうやってつなげられるわけですね。これはかなり凶悪です。なお前回の動画では上り気味のジャンプ攻撃から1振れ投げを入れ込むのを前提としてお話をしてしまっておりましたが、ただもちろん入れ込むよりもヒット確認が可能なのであればした方がいいです。山崎のドリルのようにコマンドが長く他の技に化けやすい一振れ投げを用いるのであれば、入れ込みで他の技が暴発しないように入力を早めにする等の工夫をするより、こういう風にやるよりは、着地にね、蛇使いとかが漏れたりしないように、もうシンプルにヒット確認をして着地後に一振れ投げを出す方が、いろいろと安全で有効なのかなっていうところはあります。3つ目の強みが高性能な通常技です。戦術の横ジャンプ D、こちらが下に強く高性能だと、そんな話だったんですけども、これだけじゃなくって遠距離立ち A のジャンプ防止性能も高いんですね。低めのジャンプしてきた場合に、こんな感じで頂点付近でペシッと落とせる感じになってて、あとは横ジャンプ C、こちらが空中戦非常に強いです。上から降ってきたところをこんな風にね、アッパーで、下から落とすようなことができるようになってます。あとは垂直ジャンプ D の横方向への長さ、そして牽制能力の高さも光ってます。威力が大きいっていうのも結構ね、でかいですね。これはね、随分減ってますよね。あと横ジャンプ B の攻撃判定の大きさ、これね結構長い、でかいですよね。あと遠距離立ち D のリーチの長さ、すごく長いです。しゃがみ C の発生の速さやリーチ、カバーする範囲もいい感じです。これね結構ね、横に長いんですよね。見た目に反して横に長いですし、上方向にも結構リーチがあります。あそこまで判定があると、随分カバーする範囲が広いんです。その代わり懐がちょっと弱めみたいで、ダッシュされてるとこうやって空振っちゃうことがありますね。あとは立ちながら下段を仕掛けられる近距離立ち B、 あと姿勢の低いしゃがみ B っていうものもあります。これらも高性能です。上り横ジャンプ D が発生の速い中段技として機能するのもあって、相手はずっとしゃがみガードをしていられませんし、これらね、優秀な下段技もあるので、しゃがみガードをしなきゃいけない場面もあるし、それでいて一振れ投げもあるわけですね。ただこれらだけだと結局97においては物足りないんですよね。もっといかれてなきゃいけないと。弱攻撃からつながる弱砂掛けを用いた A 級があることで、ここまでご説明してきた通常技の性能が本当に生きてくるんですね。97の山崎といえばやっぱり A 級なわけです。4つ目の強み、これが一番大事なんですけども、砂掛けの存在です。どんな屈強な格闘家も砂をかけられるとやっぱりね、苦しいんですかね。砂かけられつつ蹴られると苦しいのかもしれません。山崎はこの弱砂掛け623、つまり昇竜プラス B と蛇使いを、D ボタンでキャンセルする、この蛇使いキャンセルを用いて A 級コンボが可能になってます。逆砂掛けからは硬直をキャンセルする形で蛇使いが出せるようになってます。こんな感じで出せるようになってるんですね。で、蛇使い、これ溜めてる間に D ボタンを押すことでさらにキャンセルができますので、これただ単に、砂掛けの硬直を減らすだけっていうことが可能になるんですね。ヘビー使いキャンセルの入力としておすすめなのは、214、竜巻の BD 同情しですね。そこからさらに弱砂掛けを出せば A 級となります。これ2ヒットになってるのがわかりますかね。これを繰り返せば A 級になります。弱砂掛けだけを繰り返してもいいですし、ヘビー使いキャンセルの後に歩き、近距離立ち B を入れたり、こんな感じでダッシュ攻撃を入れたりするのも OK です。割とアレンジ、アドリブが効くようになってます。一番簡単と思われるのは歩きと近距離立ち B を挟むものですね。弱砂掛けから蛇使いキャンセルの入力をして BD をやや長めに押して、そのままレバーを前に入れます。そうすると山崎が前に歩きますので、歩くのが確認できたら B を押し近距離立ち B を出すってやつですね。こういう感じです。山崎が歩いたなってなったら B を押して近距離立ち B を出す、でキャンセルで砂掛けを出してっていう、この繰り返しです。
まあ、これ慣れるとそんな難しくないので、まあ、山崎の A 級やってみたいな、何でもいいからルートは何でもいいからやってみたいなっていう場合にはここから練習してみるといいと思います。ジャック砂掛けはジャックコインからつながるぐらい発生が早く、全体モーションも短くなってます。非常に優秀です。でヘビ使いキャンセルすれば、まあ、もちろん硬直はさらに減ります。なので A 級だけじゃなくって固めでも使っていくことができるようになってます。ジャック砂掛けを用いて相手を固めていってヒットしていたら A 級に行くって流れがいい感じですね。その際には、まあ、こうやって蛇使いが漏れてしまわないように注意が必要です。ジャック砂掛けのリーチ自体はそれなりにあるので、しゃがみ B、しゃがみ A からキャンセルで出して、固めや A 級にも持っていけるようになってます。密着からでなくても狙えるので、凶悪ですね。山崎の総評です。バリューセット持ちだったり、通常技が優秀だったり、いろいろありますけれども、やっぱり際立つのは砂掛けによる A 級です。これにつきます。テリーのパワーチャージのように、なんだかよくわからないけど当たったからそこから A 級で勝利なんて形になる技ではありませんが、まあ、突進技ではないんでそうならないんですけども、集団の上り前小ジャンプ D だとか下段の近距離立ち B や車外 B、 そして一振れ投げの存在によって接近戦でのガード崩し能力、まあ、A 級への持っていきやすさっていうのはテリー以上になってます。対空面で不安がありますし、まあ、このね、長者さんのギロチンが、すごく対空で、相打ちになりやすかったり、下りで相手を掴んでくれなかったりするんで、対空面で不安があったり、あと、牽制で強そうな、このヘビ使いは、ガードキャンセル前転されると、コンボをもらってしまったりするので、まあ、ある程度ね、そういう面での弱点はありますけれども、そういうのを差し引いても、やっぱり A 級のおかげで上位キャラかなっていうところです。なかなかいいキャラですね。続いてご紹介解説するのはチャンです。一つ目の強みが通常技が優秀すぎるっていうものです。96の動画でも触れましたが、人間の体は鉄にはかなわないと私高校の時に習いました。夏休みの過ごし方で交通ルール守れよとか車に挑むなよみたいな、まあ、そんな流れで言われたんですけども、まあ、それはともかくチャンの通常技が97でも強すぎます。特にジャンプ C とか D とか吹っ飛ばしとか遠距離立ち絵ですね。ジャンプ攻撃たちについてはもう見た目通り強いっていう感じです。小中ジャンプでこんなの出せたらあかんでしょっていう感じで、まあ、96から引き続きあかん感じになってます。完全に上を取れたりしなければそうそう打ち負けないんですね。まあ、イノリのね、立ち D なんかとぶつけ合っても、まあ、こんな風に潰しちゃったりします。遠距離立ち絵については相手の低いジャンプを潰せるようになってまして、まあ、こういう小中ジャンプだったらチャンのこの立ち絵でペシッと落とせるわけです。で、まあ、ダメージも結構ありますし判定も強いです。地上戦でも、まあ、意外と判定が下まであるので、停止性技を、停止性でね、リーチの長い技を持っているキャラじゃない限りは、これを咎めるのはなかなか難しいです。停止性でリーチの長い技を持っていないキャラは、この遠距離立ち絵のせいで、かなり行動が制限されることになります。続いて二つ目の強みが、チャンに対して相性のいいキャラが少ないっていうもので、チャンといえば、98以降の作品のせいで、停止性技、スライディング系の技ですね。とか、飛び道具に弱いってイメージがあるかと思うんですけども、96と同じく97でもチャンに対して有効な停止性技や飛び道具がほとんどないんですね。むしろなぜか巨体キャラのチャンが停止性のこのね、スライディング技、引き逃げを使えるようになっちゃってまして、本当によくわからないんですけど、こいつが停止性で対空するのかよみたいな話ですよね。でこれ停止性なので、もうものすごく停止性なんで、ダイモンのジャンプリーも透かしたりします。ただ97ではイオリ戦がかなり苦しくなってます。八乙女が優秀な対空技となっており、チャンには完全対空になります。低姿勢の突進技なんで、チャンの主力牽制である低ジャンプ攻撃と相性が悪いです。実は97のチャンは立ってる相手をほぼ飛び越せないんですね。これ立ってて相手が前に歩いてくれば飛び越せるんですけど、普通に立ったままニュートラルのまんまだとこれ相手を飛び越せないです。ほとんど大ジャンプをするとなんか時々飛び越すんですけれども、本当に時々っていう感じなので、まあ、なかなか期待できないです。時々飛び越すんですよね、こんな感じでね。ちょっと条件わかんないんですけども。で、先ほどのイオリの八乙女っていうのは立ちサイズのイオリが横にスライドしてきて、で当たると乱舞が始まるっていう技になってますんで、まあ、大体チャンの下をくぐっちゃうことはない、対空で使ったら下くぐっちゃうことはほとんどないってことになるんで、まあ、チャンのジャンプを見たら、まあ、とりあえず八乙女出しといていいかなみたいな感じになっちゃってるんですね。ちなみに超必殺技を生で出すのがタブーになっている中国では、イオリがチャンへの抑止力として機能しにくくなるので、この八乙女がダメになるので、よりチャンが活躍しやすい土壌が形成されています。3つ目の強みがコマンド投げ強すぎっていうもので、96と同じく大破壊投げが1フレ投げとして頼れる性能を備えており、強力です。ボタンを A プラス C、AC 同時押しで入力しておくと、不成立時に漏れるのが立ち A になりますので、リスクも小さくなります。
この強い立ち絵が出るわけですね。コマンド構成的に大破壊投げを狙った際に別の技が暴発する恐れがあまりないので、まあ、他のキャラだったらね、暴発怖いっていう感じで正確なコマンド入力しないで別のコマンドでみたいなことやりますけども、チャンは普通入力して AC 上昇するだけでいいんですね。だから大破壊投げを仕掛けやすくなってます。牽制目的の遠距離立ち絵出すときはもう毎回632146プラス AC、天地返しコマンドプラス AC とか、まあ、タイランレイブとか言われますけど、まあ、このコマンドを AC 同時押しでやっていけば、まあ、とにかくまあ問題はないっていう感じです。もう遠距離立ち絵強すぎですね。4つ目の強みが96と同じく鉄球大回転の固めが強いっていうものです。画面越しに相手を追い詰めて鉄球大回転をガードさせて体力を削っていくっていうのが強力です。しっかりといいタイミングで止める、これ実は ABCD 同乗しで止めることができるんですけど、これ今2回ガガってなりましたけど、その部分で止めるとチャン側が有利なので、この後に固めを継続したり大破壊投げを仕掛けたりとか、まあ凶悪な攻めが可能になってるんですね。これをまあうまい具合にガードさせて大破壊投げと、仮に大破壊投げが不成立だったとしても近距離立ち絵なり遠距離立ち絵なりが出るので、まあそこからまた鉄球大回転出していけると本当に強いですね。鉄球大回転をガードさせた際、アドバンストモードならチャンのゲージがめちゃめちゃ溜まってるっていう点にも注目です。すごい勢いで溜まってますよねこれね。ただ97では鉄球大回転にガードキャンセル前転をされるとそれを咎める手段がないので注意が必要です。あんま調子乗ってやってるとね危ないってわけですね。96の時にあった、今ワイプで出てると思いますけども、まあ、この鉄球回しながら大破壊投げが出るみたいな、そんなバグはもうなくなっちゃってるので、まあ、ガードキャンセル前転されたら、まあ、危険だっていうところはちゃんと押さえておく必要があります。なお96の動画で触れるのを忘れていたんですけども、この固めがやりやすいのは右端のみで、左端だとかなりやりづらい点に留意が必要です。なぜかというと鉄球大回転は 1P2P 向きを問わず必ず右側から攻撃判定が出るんですね。これ回り始めるときに右側から鉄球が付与されてるのが見てわかりますかね。つまり左端に相手を追い詰めた状態で鉄球大回転を出すと発生が遅くなって、左側に攻撃判定出るのが遅くなって、まあ、割り込まれやすくなるというか、まあそもそも小技から繋がらなくなるんですね。もう連動技にならなくなると。これがちゃんと右向きであれば小技から2ヒットという形で連続ヒットするんですけども、まあ、左向き右向きで発生が違っちゃってるってところを押さえておいてください。ここは要注意ですね。5つ目がガードキャンセル吹っ飛ばしの恩恵が大きいっていうもので、全キャラ共通のシステムではあるんですが、97で追加されたガードキャンセル吹っ飛ばしのおかげで相手に攻め込まれても切り返しやすくなってます。これですね、チャンの吹っ飛ばし攻撃は発生がやや遅いものの攻撃判定が大きくダメージも大きめになってるのでかなり頼りになります。まあ、投げ無敵がないんでちょっとそこだけ心配ではあるんですけれども、まあ、このねガーキャン吹っ飛ばしがダメージ減になると言っちゃってもいいぐらいなんですよね。結構いい感じに減りますし、まあ、チャンにとってはもうありがたい限りなシステムでございます。6つ目の強みがあまりにも八方美人すぎるっていうところです。今チャン、ね、やられた状態でしか映ってないですけれども、まあ、ちょっと具体例示すためにちょっと今キーも表示してます。97のアドバンストモードでは自キャラより前に出たキャラとの関係性相性によってゲージの引き継ぎ量が変わるようになってます。相性が悪いとゲージは一切引き継がれません。今キムは3本ゲージ持ってます。この状態でイオリにやられると次出てくるのはチョイです。でチョイはキムのことが嫌いです。まあ、キムはチョイのこと好きなんですけど、チョイはキムのことが嫌いなので、後に出るキャラが前に出たキャラのことを嫌い、関係性が悪いってことになると、これゲージ左下に注目してほしいんですけども、3本あったゲージが0本になります。まあ、こういう感じで関係性、相性によってゲージの引き継ぎに結構差が出てくるんですね。逆に相性が良ければゲージが増えるようになります。今ワイプで出てると思うんですが、キャラとかオーダーセレクトしてるときに C ボタンを押すと相性が、まあ、その3種類が確認できます。まあ、もうダメと普通といい感じの3種類ですね。チャンは千鶴などの前任側のキャラとゲージの引き継ぎができるだけでなく、これ C ボタンを押してもチャン普通の顔ですよね。あとはイオリやオロチ関係者などの悪人側のキャラともゲージを1本ずつ増やしながら、ね、これイオリの後に C ボタンを押してるんですけど、チャンにっこりマークですよね。ゲージを1本増やしつつ引き継ぐことが可能になってます。まあ、ただこれ悪人側と組ませる場合にはチャンが後に出なきゃいけないんですけどね、後に出なきゃいけないんですが、まあこれはゲージが1本増える形になってます。で前回の動画97の動画で触れ忘れましたが、ここについてはチョイもチャンと同じです。というかキムからゲージを引き継げないだけで他のキャラ全員とはいい関係にあります。まあ適当に何でしょう、レオナとかそのあたりの入れておきますけども、まあレオナからチャンはどうなのって言ったらチャンは普通なんですね。普通に引き継げると。
ゲージが引き継げなかったせいで火力不足に苦しんだり、ガードキャンセルができずにやられてしまったりってことがよく起こるゲームなので、このチャンとかチョイみたいにみんなと仲がいい八方美人なキャラの存在は重要ですね。チャンの総評です。96と同じ方向性の強さを持っています。チャンに相性のいいキャラがかなり少ないのは変わっておらず、また96より良くなってるとはいえ、まだまだ無敵対空技が、まあ、このゲーム多くないので、まあ、チャンにとっては美味しい環境のままになっております。小銃ジャンプで鉄球を振り回しつつ、適当に大破壊投げ狙って相手を粉砕してしまいましょう。空中ガード後の駆け引きに参加できるっていうのも、まあメリット、強みですよね。まあ、こういう感じでつかめると。A 級も実戦向けの高火力コンボもバリューセットもないものの、まあ、まあ一応ジャンプは低いっちゃ低いんですけども、まあ、そういうのはないものの、立ち回りで相手を圧倒していけるキャラになってます。ゲージの引き継ぎ面での心配が少ないのも、まあ、ポイントですよね。というわけで96から引き続きこのキャラ素晴らしいです。下手をすると96以上の存在感になるかなと思います。続いてご紹介、解説していくのは千鶴です。強みの一つ目が、神速のノリトっていうこの技ですね。分身を飛ばす技になっていて、主に A 版を使います。ABCD、4種類ありますんで、4種類のうち A 版を主に使っていくことになります。分身は一定距離移動した後にこうやって攻撃が出るようになってるんですけども、飛ばしてる間に再度ボタンを押すことで、移動を途中で止めて攻撃を出させるってことが可能になってます。で、攻撃安定がすごく大きく、横から斜め上までカバーしているので、強力な牽制になっています。これ相手がね、飛んでいたとしても、結構ね、上まで判定があるのが見てわかりますよね。で、戦術の通り、途中で攻撃を出すことが、止めて攻撃を出すことができるので、相手側からすると非常に対処がしづらい技になってます。また、ガード時の双方の動き出しは、これは五分です。動き出しは完全に同時になります。で、攻撃を出す位置をうまく調節すると、こうやってギリギリ通過して当たらないようにして、フェイントをかけるなんてこともできたりします。まあ、こういう感じでね、今、八代側はガードキャンセル、まあ、ゲージないですけども、ガードキャンセルしようとした入力を、してます。そうすると、こうやって、ガードするタイミングであらかじめね、予測して CD ボタン同乗ししとくわけなんですけど、ギリギリ当たってないので、何にもないところでしゃがみ CD を入力しちゃって、しゃがみ C が漏れてるみたいな形になってますね。まあ、こんな感じで相手の技を空振らせたり、するようなフェイントがかけられたり、相手の無理やりな接近を阻んだり、まあこれ、ね、手前に出しておくことによって、相手が、まあジャンプしてるところに当てたり、みたいなことができます。いろいろできます。必殺技なので、アドバンストモードなら出してるだけでこうやってゲージが溜まっていきます。離れた間合いでは連発してしまって結構大丈夫なので、かなりの速度でゲージが溜まっていくことになります。すぐにガードキャンセルやチョイ殺技が出せるようになりますね。で、この技からは追加技が出せるようになっており、牽制でヒットさせた場合でも、位置次第ではヒット確認をした上で、追加技へと繋ぐことができます。まあ、これですね。ものすごい距離運んでるってのがわかるかと思います。まあ、結構すぐ画面端まで持っていけるんですね。で、さらに、まあ、この神速のノリト自体も、攻撃を早めに出せば強攻撃から繋がるので、コンボでも活躍します。まあ、こんな感じにできるわけですね。強制弾を奪う追加技もあったりして、まあ、コンボで活躍します。で、神速のノリトによってアドバンストのゲージを貯めやすいので、まあ、こうなった後にマックス発動をして戦うのもいい感じです。マックス発動中って通常技ではゲージが溜まらなくなるんですけれども、必殺技であればこうやってゲージが溜まるので、まあ、こうやって発動中でも必殺技をいっぱい出して、神速のノリトをいっぱい出して、ゲージを貯めて、で、発動状態が終わったとしても、ね、今1本溜まりましたんで、また発動するみたいな。マックス発動状態が終わる頃には、すでに再度マックス発動するためのゲージが用意できてるみたいな形になるわけですね。神速のノリトは A 版を主に使うって言いましたけども、C で出すと、これ本体が移動しながら攻撃する形になります。本体がその分身の移動した先にいるみたいな形になるわけですね。で、B で出すと、これは強制ダウンを奪える攻撃になります。ちょっと発生遅くなるんですけども、強制ダウンが奪えます。D で出すと、まあ、その強制弾を奪える攻撃を出すのが、まあ本体だと。まあ、分身が移動した先に本体がいることになるっていう形になってます。まあ、C か D で出すと本体が移動しますよっていう感じなんですね。神速のノリトをたくさんガードさせてる間に C なんかを混ぜていくと、まあ、気づいたら目の前に本体がいたみたいな形になって、まあ、こっから投げに行ったりなんてこともできるわけですね。この ABCD、4種類の神速のノリトを使い分けて、幻惑していけ、フェイントをかけていけっていうと、まあ、一言で終わってしまうんですが、これはまあ、千鶴使いの腕の見せ所というか、結構難しいところなので、慣れが必要なところです。使いこなせるようになってくると、いろいろネタがあってですね、こうやって強制弾を奪って、
裏側に、ね、C の神速のノリトで裏で裏に回ったりだとか、これで結局正面にいますみたいな、まあ、そういうネタもできたりするので、まあ、ABCD うまく使い分けられるといいですね。神速のノリト自体は停止性技や飛び道具に弱いんですけども、97ではいずれも優秀な技が多くないので、停止性技も飛び道具も優秀なのが多くないので、まあ、千鶴自身もね、97ではスライディング技を持ってません。98ではスライディングあるんですけども、このゲームにはないという形になってるんで、まあ、結果的に千鶴にとって美味しい環境になってます。もう新作のノリと咎める手段が相手側にあんまりないので、まあ、結構好き勝手出して大丈夫な感じになってるんですね。二つ目の強みが、三雷の夫人っていう超必殺技です。通称、これが見切れてってやつですね。これです。分身がランド攻撃を加えている間に、千鶴本人も動けて、相手に攻撃をすることができるっていう形になってるものです。発生が早く無敵時間も長いので、弱攻撃からのコンボでも、ぶっ放しでも、両方で優秀です。まあ、しゃがみ B、しゃがみ A から繋げることができて、まあ、これの間に遠距離 C、遠距離 D、遠距離 C、遠距離 D みたいなことをやるだけで、もうすごいヘリでやることがわかりますよね。で、相手の体力7割近く奪います。で、気絶するか、まあ、その一歩手前まで行きます。強攻撃指導であれば、ほぼ確実に気絶まで持っていくことが可能です。まあ、気絶した相手には普通に連動型決めれば、まあ、そのまま死ぬと。で、ガンされていた場合には、実は、まあ、千鶴側が動けますんで、こうやって上り攻撃とかで、集団仕掛けて、で、さらに、まあ、通常技で本人がね、攻撃していくみたいなことができるようになってます。これ、ね、上り攻撃ガードされても、その後、まだ下段の択とかもいろいろあるので、まあ、例えばね、これ立ちガードしてるんであれば、集団の代わりに下段やってみれば、まあ、途中から食らってくれるよねって形になります。まあ、中下の択がかけられるんですね。まあ、中下の択に関しては、まあ、こうやって、何度も下段仕掛けて、最後の方で中段やってとかでもいいですし、中段ってやって、最後に下段とか、まあいろいろやって大丈夫です。これ、複数回仕掛けられるっていうところが、まあミソですよね。1回で終わるんならともかく、中段、下段みたいな、まあ好き勝手できるわけで、まあ、最後の方で食らったとしても結構いいヘリになっちゃうわけです。で、まあね、本当に連続技、早い段階でも1回目の中下で崩れちゃったら、普通に食らった時とあんまり変わらないぐらいダメージもらっちゃいますんで、本当に凶悪です。まあ、繰り返しになりますけど、無敵時間がかなりしっかりと存在しているので、ぶっ放し技として非常に優秀です。出始めを合わせられれば、一方的に打ち負けることはほぼありません。まあ、今、ワイプで出てると思いますけども、まあ、ひどい無敵時間ついてますね。完全に空振る形になって、相手が分身に対して攻撃をしてきた場合でも、本体が分身の近くで、その攻撃に対してガードをしていた場合には、ガードが優先されて、ね、こうやってガードできちゃうんですね。分身消えるだけで済みます。まあ、攻撃ちゃんとガードしてね、分身消えるだけっていうね、本当になんか、まあ、ゲージは無駄にしたのかもしれないけど、リスクないじゃん、これっていう話で、相手側からすれば。ということで、千鶴は神速のノリトで牽制してゲージを貯めて、三雷の夫人を狙うキャラであるということになります。とにかく相手に触れさせる形で三雷の夫人を出せば何かが起こる。多分何か起こるっていうキャラです。なお、三雷の夫人にはいろいろバグがあって、三雷の夫人中に通常投げを成立させると、リミッターが外れて、三雷の夫人を含む分身技を出している最中にもう一体分身が出せるようになります。本来は分身技中は分身技出せないようになってるんですけども、なぜか出せるようになっちゃうんですね。エキストラモードで三雷の夫人をある程度間隔を空けて出していけば永久になります。ということで、まあ、どんな感じになるのかちょっとワイプをご覧ください。さらに、三雷の夫人中の特定のタイミングで千鶴が相手に攻撃し、そこへ相手がガードキャンセル吹っ飛ばしをしていた場合には、千鶴の攻撃、分身の攻撃、ガードキャンセル吹っ飛ばしという3つの攻撃がまあ同時に起こっていて、処理が追いつかなくなって、千鶴の時が止まります。処理が止まります。時、処理が止まった千鶴は、打撃に対して無敵で、投げられ判定しかない状態になります。ジャンプしていれば空中投げしかもらわなくなりますんで、空中投げを持たないキャラ相手には、体力リード時にこの状態でジャンプし続ければ、そのままタイムオーバーまで粘ることができます。まあ、つまり勝ち確となります。ということで、まぁ、ちょっとワイプの方をご覧いただきたいんですが、
ただ97はジャンプの予備動作の投げられ判定があるので、上に入れっぱなしにするだけでは OK ではないという点に注意が必要です。98ではね、ジャンプの予備動作の投げられ判定がないんで、上入れっぱだけでもう打撃は食らわない、地上投げも食らわないってことになるんですけどね。千鶴の時処理はラウンドが変わるか、千鶴が投げを食らうか、まあ、または千鶴が相手を投げるか、千鶴が相手に打撃攻撃を触れさせるかした際に元に戻ります。相手に打撃攻撃を触れさせた場合は、本来食らうはずだったガードキャンセル吹っ飛ばしを後から食らうことになるんで、見た目がなかなかいいようです。3つ目の強みが、ちゃんと強い無敵対空技を持っているっていうもので、96よりはこの97はマシなんですけども、それでも無敵対空として使いやすい技は多くはないんですね。そんな97においても三千と輝くのがこの千鶴の昇竜、天神の断りです。強で出せば十分な無敵時間があります。じゃあ弱で出すとどうなるのかというと、無敵時間短くはなっちゃうんですが、本体ではなく分身が上昇しながら攻撃するので反撃を受けにくくなります。ちょっと隙はあるんですけれども、上昇した千鶴と地上にいる千鶴のどっちが本体なのか、まあ、つまり弱なのか強なのか、まあ、強はね、上からちゃんと降ってくるんですよね、本体がね。これ相手には分かりづらい、区別がつきづらいので結果的に反撃を受けにくいんですよね。神速のノリトで牽制して、相手に無理やりなジャンプで接近するよう仕向けて、そこをこの強昇竜で落としてやれるといい感じです。もちろん困った時のノーゲージのぶっ放し技としても十分に使っていけます。4つ目の強みが高性能な通常技です。通常技も優秀なものが多くなっています。まず挙げられるのが遠距離 C です。この技は攻撃安定のあるモーションが3枚あって、出始めが足元、次が横、最後が斜め上に攻撃が出るようになってます。一つの技で3方向をカバーしているわけですね。振り回すだけですごく強いです。しゃがみ C も遠距離 C と似た攻撃判定していて、まあ、見た目も似てますよね。これ遠距離 C、 これしゃがみ C なんですけど、まあ、わずかな違いしかないんですが、しゃがみ C はキャンセルがかかります。まあ、こんな感じで、まあ、空振っちゃうと、まあ、遠距離 C よりちょっと隙があるっていう感じなんですけれども、まあ、それでもそんなに気になるほどではないです。これキャンセルかかるん でリーチもありますんで、まあ、ダッシュ等からこうやって強いわけですね。垂直ジャンプ C や D も攻撃判定が大きく威力が高めで使いやすくなってます。特にジャンプ C が判定強いですね。横ジャンプの A だとか B も上り出せば中段技として使うことができて優秀です。その他の通常技も地味ながら優秀なものが多いですね。5つ目、ちゃんちょいほどではないが八方美人すぎるっていうもので、これゲージの引き継ぎの話ですね。千鶴はオロチ関係者などの悪人側のキャラとのゲージの引き継ぎはできないんですけれども、イゴリとは三種の神器仲間の間柄であるせいか、ゲージを受け取ることができます。千鶴がイオリの後に出てくる必要はありますが、イオリからゲージを受け取れるんですね。イオリからゲージを受け取れるっていうキャラはかなり少ないので貴重なキャラですね。で、チャンやチョイなどのオロチ関係者に比べると、まあ、そこまで悪人ではないかなみたいな半端な悪人からは通常通りのゲージの引き継ぎができるようになってます。自分の使いたいキャラでチームを構成すると、こういったゲージの引き継ぎについて頭を悩ませることがあるかもしれません。しかし深く考えずに上位キャラ同士でチームを結成して、例えばイオリ、チャン、チズルみたいな順番でやってみれば、引き継ぎ面で困ることは実はなくなります。97では上位キャラ同士でみんな仲良くしてるんですよね。なかなかひどいことになってます。せめてね、上位キャラ同士だったら仲が悪くって、関係性が悪くってゲージ引き継がないとかだったらいいんですけど、めちゃめちゃいい感じに引き継いじゃうんで、結構ね、ガチでやるとチーム構成とか固定されたような感じになっちゃうんですよね。千鶴の総評です。一振れ投げも A 級もないものの、優秀な必殺技、神速のノリトや天神の断りもこの勝利ですねと、リスクが小さくリターンがあまりに大きすぎる三大の布陣、この強者ゾロですね。そして優秀な通常技を武器に最上位クラスに君臨している千鶴、これね、96でボスキャラだったわけですけども、ボスキャラの性能のまんま来ちゃったと言っても、まあ、過言ではないような性能なんですよね、これね。暴発してしまうと危ない技が多くって、まあ、こういうのですね。これとか、あとはその力封じますなんかも割と漏れてしまいやすいので、これが出ちゃうと、もうそのままね、大ダメージコンボもらって負けちゃう、死んじゃうみたいなこと多いんですが、まあ、使いこなすの簡単ではないんですが、うまく使えればゲージを貯めつつ一瞬で相手を葬ることができるキャラです。やり込み勢同士の対戦ではイオリの次によく見かけます。ほんと強いですね。他の上位キャラとの相性がいいのもポイント高いですね。本動画で最後にご紹介解説するのがヤシロです。
そんなに上位キャラっていう感じではないんですけども、今回ちょっと特別にご紹介をしていこうかと思っています。一つ目の強みが史上最強のローキックです。ジョーがそういう名前の視聴者さんと思った気がしますけども、本当に最強のローキックはこっちです。これ近距離立ち D なんですけども、発生4フレの中段技になっています。ローキックですけれども、しゃがみガード不能です。おそらく単なるミスです。下段にしようとして間違えて中段にしただけだと思うんですけど、メーカー側があまりにもやばいです。本当どうなってんだ、おかしいだろうと思うんですけども、97年当時、本当にお世話になりました。 D 投げを仕掛けたけど投げが成立しなかったっていう場合には D ボタンの技が漏れることになるんですけど、97では投げを外すには AB を押すかしゃがみながら何かボタンを押すってことになるんで、まあ、投げ仕掛けると見せかけてこの立ち D やるっていうか、まあ D 投げ仕掛けるっていうのは本当強いんですね。D 投げ仕掛けたつもりが相手がしゃがんで動こうとしてた、まあ、ガードしようとしてた、だから立ち D 当たったみたいなことが結構あります。キャンセルもかかりますので、ここからひたすらつないでリターンを取っていきましょう。相手側はしゃがむわけにはいかないとプレッシャーを感じつつ立ちガードをすることが、まあ、この社戦慣れてくれば多くなってくるはずなので、適度にしゃがみ B だとかしゃがみ D などの下段を混ぜてやるのも忘れずにっていう感じです。立ち D からは弱のジェットカウンターを出すのが安定なんですけども、ガードされていると12フレもの隙を晒すので実は結構危険です。前ミンすると15フレの不利を、ね、ガードされた時に背負うことになるものの、前が離れるのでそれなりに安全です。ただ前 B だとダウンが奪えない上にダメージも小さいので、まあ、その置き攻め的な立ち D をもう一回仕掛けるためのループみたいなものが起きないので、そこも悩みどころです。2つ目の強みが弱スレッジハンマーが地味に強いっていうところです。コマンドは214竜巻プラスパンチですね。もちろん作品ではキックになってますけども、97ではパンチです。でミサイルマイトバッシュっていうね、逆ヨガパンチの技があるので、これが暴発してしまいやすくなってます。これ漏れちゃうとめちゃめちゃ隙があるんで、もうここに永久なり何なりもらって死んじゃうってことが多いので、スレッジハンマー出すときにはもう細心の注意が必要です。ただこのスレッジハンマーはマジで高性能な下皿ですね。発生は遅いので強攻撃からはね繋がらないんですが、出始めに無敵があって中段で当たれば相手はその場でダウンします。ダウン回復可です。でガードされても5フレ不利で済んで、で間合いが離れるので1フレ投げでの反撃も受けないんですね。こんな風に離れるんですね。ドミッチャクでガードさせてもこれぐらい離れるんで、1フレ投げではまあ反撃なかなか受けません。ヤシロはしゃがんでる相手を小ジャンプでは飛び越せないんですが、中ジャンプで飛び越すことができるようになってますんで、弱のスレッジハンマーで寄せダウン奪った後にこうやって中ジャンプで飛び越して、立ち D を仕掛けるみたいな、この表裏卓プラス中下の卓みたいなのを仕掛けていけるといいと思います。もちろんスレッジハンマーの後に前転で裏に回って、裏側から攻撃っていうのもいいです。あとは地上吹っ飛ばしをキャンセルして出していくっていうのも固めとしてはなかなか強力ですね。地上吹っ飛ばしがガードされていてもそれなりにいい固めになりますし、カウンターヒットしていた場合にはスレッジハンマーが連続ヒットするようになります。3つ目の強みがジャンプ C ですね。これ後の作品にはないグラフィックのものになってまして、非常に下方向に攻撃判定強くなってます。かなり優秀です。98等の後の作品にもねこの技欲しくなるぐらいですね。本気で欲しいなんて願ってしまうほどです。97ではイオリの八乙女が耐久技として凶悪であって、八乙女を意識しながらジャンプを待っているイオリに対して、まあ、飛び込んでいく、ジャンプしていくっていうのはご法度になってしまう感じなんですけど、なんとこの技は八乙女を上から潰すことができます。八乙女を潰しつつそのまま地上のコンボにもいけるんですね。あまりにも素晴らしいです。98以降の八代は停止性技に弱いのでやっぱ欲しいですね。これはね、発生はちょっと遅めなんですけども、小中ジャンプで上り気味に出せばローリスクな中段技として使うこともできます。4つ目が下段からのコンボがあるっていうものなんですけど、まあ大体のキャラは下段からコンボがあるので、これ強みにするのどうなのって話なんですが、一応近距離立ち D のその中段の対の卓っていうことでそれが存在してるのが大きいなっていうことで説明をしていきます。密着付近からであればしゃがみ B しゃがみ A ミリオンバッシュストリーム消費ですね。そちらが下段指導のコンボとして有用です。満タンからこれぐらい減るんで結構ダメージはあります。ダメージも大きめです。ただノーゲージ時はろくなコンボがないのが残念なところです。これが画面端ならこのね最後のアッパー部分が入るんですけれども、中央だとあのアッパー部分が入らないので、まあ、ノーゲージの時は下段はもうしゃがみ D とかやる方がマシなのかなみたいなところがあります。とにかく近距離立ち D の存在により相手は立ちガードを多めにしてくるはずなので、しっかりと、まあ、ゲージがあるときはこのミリオンバッシュストリーム絡みのコンボを叩き込んでやりましょう。社の総評です。97の社、表社は上位キャラであると断言できるほどの強さはないんですけれども、近距離立ち D が中段であること、
そして八乙女による対空に正面から対抗できることから、今回手短に取り上げさせていただきました。まあ、完全に私ズネの好み、ひいき、次回の動画への布石っていう感じなんですけどね。一振れ投げも立ち回りで理不尽な技もないので物足りないところはあるんですけれども、そういったところを近距離立ち D の中段やジャンプ C、スレッジハンマーで補って、爽快に相手をぶち殺していくことができる、まあ、そういう面白みのあるキャラかなと思います。以上が前回の動画で紹介解説しきれなかった強キャラたちプラスアルファです。続いて地球上で最も97が流行ってると思われる中国でのキャラランクをご紹介いたします。それではお待ちかねの中国における KF97 のキャラランクの方に話を進めたいと思います。こちらのキャラランクのソースは下に書いてある URL になってまして、この URL は先日中国の方に教えていただいたものになってます。でここでは5キャラずつで区分けがなされていたので、分かりやすいように、日本人にとって見やすいようにアルファベット SABCDE っていうのを私の方で振って、こんな形でまとめてみております。で前提として94強以外の隠しキャラは除外されていて、さらにコマンド投げ以外の超必殺技を生で出す、単発で出すっていうのは禁止されていて、で A 級コンボも禁止です。まあ、考慮していないってことになります。で、まあ、そういう前提でのランクどうなってるかっていうのを上から見ていくと、まず S ランクにいるのは伊織千鶴ちゃん、山崎ちょいということで、この2つの動画、前回の動画と今回の動画で紹介しているキャラたちが、まあ、ここに入っているって形になります。で10年ちょっと前に聞いたんですけども、この上位5キャラのことを二神三獣、2人の神、伊織と千鶴が神で、チャン、山崎、チョイが3匹の獣ということで、そういう言い方が中国にあるそうです。最近ちょっと情勢変わってるらしいんですけれども、とりあえずこのキャラランク作られた頃はこの二神三獣っていうことで、まあ五強っていう感じの扱われ方をしてたみたいですね。で A ランクのとこにはダイモン、マリー、テリー、ベニマル、京都、まあ、その生長飛だとか A 級コンボなしだけども、テリーとかベニマルは一応ここに入ってくるような位置なんだなっていうところですね。まあ、ダイモンマリーあたりはコマンド投げ持ってて強いっていうのもありますし、で今日はギリギリ10強に入ってるっていう形なんですかね、これはね。で B ランクのところにはレオナ、ジョー、ケンス、アテナ、ロバートが入ってます。レオナとジョーはわかるんですけども、ケンス、アテナ、ロバートに関しては、あ、使い込んでみるとここまで来るんだなっていう感じですね。ちょっと意外なところがあります、特にケンス。 C ランクのところには先ほどご紹介したヤシロ、クラーク、クリス、リョウ、94強ということで、まあまあ中堅キャラなのかなっていう感じですよね、これはね。で D ランクがキング、ラルフ、シェルミー、マイ、キム。個人的にシェルミーあたりは結構いけるキャラなのかなと思うんですけども、やっぱり立ち回りが弱いということなんでしょうか。で5弱っていう形になるのは E ランクのビリー、チン、ユリ、アンディ、シンゴです。シンゴが最弱って扱いみたいですね。はい、まあ細かく触れているとすごく時間かかっちゃうんで、とりあえずこういうキャラランクになってるよっていうのをお見せするだけに今回はとどめたいと思います。なお今となっては S ランクのキャラの顔ぶれにちょっと変化があるみたいで、二神三獣の時代は終わりを告げて、今は伊織千鶴ちゃん、ダイモン、マリーが S ランクみたいですね。山崎と千代が下がってます。でダイモンとマリーが上がってるんですね。でなんでこんな風になったのかというと、山崎千代が最上位キャラである伊織千鶴に弱いからっていうことみたいです。中国では今もその97のガチ対戦、その伊織とか千鶴とかちゃんとか、まあ、そのあたりがたくさんいる対戦、ガチ対戦が結構行われてますので、まあそういう世界だと山崎やチョイが自然と淘汰されてったみたいな形になったんですかね。まあ今なお進化を続ける中国の97ということで、今後も注目していきたいと思います。さて残るは前回の動画の謝罪、そしてバグを含めた KF97 の補足知識になります。後者については有名なものもあまり知られていないものも両方ありますので交互期待です。どうぞご覧ください。謝罪の一つ目、16という入力をなぜか26と紹介してしまいました。前回の動画でヨガコマンド41236、つまり後ろから下方向を通って半回転の簡易入力の方法として残影圏コマンドで入れるといいよっていうことを申し上げていたんですが、なぜか音声でも文字でも26っていう風に表現してしまっておりました。2って真下ですよね。正しくは16です。大変申し訳ございませんでした。後ろ斜め下前でこうやってヨガフレのコマンドが出るってことですね。謝罪の2つ目です。追撃のために必要なのは空キャンセルではなく空振りというもので、それほど実践に大きな影響を与える話ではないんですけど、追撃のために必要なのは空キャンセルではなく通常技の空振りじゃないのっていうお話を、まあ、コメントをいただいたんですよね。えっと思っていろいろ調査してみたところ、結論としては必要なのは空キャンセルではなく空振りで合ってました。ご指摘の通りでした。実際には空キャンをしないと攻撃は間に合わないので、結局空キャンをすることにはなるんですけれども、空振りでも間に合う組み合わせ、浮きの高さならば空振りで OK でした。実際にやってみると、
まあ、こんな感じになるみたいですね。まあ、近距離 C ね、カラキャンセルじゃなくて空振っただけですけども、こうやって本来当たらないはずのオロチナギの待機ポーズが当たるようになります。内部データを除ける有識者の方に、まあ、確認をしていただいたところ、空振りによって追撃レベルが上がるっていうんじゃなくって、それは正確ではなくって、まあ、そういう認識でもね、大して実戦では困んないんですが、実際にはそうではなくって、空振りによって相手の状態が変わって要求追撃レベルが下がるっていうのが真相みたいです。この空振りによって普通のジャンプをしてるときと同じやられ判定の状態になるみたいです。普通にジャンプしてるときのやられ判定と同じになるんで、まあその浮かせ技的なやつ、追撃レベルが低いやつなんかもちゃんと当たるようになるってことみたいですね。はい、というわけで前回の動画の内容を誤ってましたんで申し訳ございませんでした。謝罪の3つ目、八乙女のコマンドです。八乙女のコマンドとして2314、下前斜め下後ろ斜め下後ろっていうのを挙げていましたけども、実際には234や264でも出すことができます。234つまり下前斜め下後ろだとか、264下前後ろですね、これを早く入れなきゃいけないですけども、下前後ろなんかでも出すことができます。これらの方が楽な方は多いと思いますので、97でいよいよ使用する機会があればこれらの入力を試してみてください。補足知識の1つ目、イオリの橋の A 級です。こちらもコメントでご指摘をいただいたものなんですけども、イオリの弱青い花が橋で空中ヒットした際にはカラキャンセルを用いて A 級が可能になってます。近距離タッチ C をカラキャンセルして弱青い花の初段をまあ当てていく形ですね。ただコマコン、そのコマンドコントローラーですね、それレベルの入力精度が必要になるので、正直実戦ではまあこれはまあないものとして扱ってもいいんじゃないかっていう気もします。練習すればできるようになるのかもしれませんが、かなり厳しそうな気がします。とりあえず妥協に妥協を重ねて発動中に1セットだけカラキャンセルをしているものを用意しましたので、そちらをご覧ください。近距離立ち B シビアなんでね、近距離立ち B にしてあるんですが、はい、こんな感じですね。まあなかなかシビアなんで、まあ実戦ではないものと思っていいと思いますね。補足知識の2、浮遊バグです。三角飛びを持っているキャラは最低空での三角飛びの瞬間に地上の特殊技や必殺技を入力することで浮くことができます。わずかに浮けるんですね。浮いた後は空中判定になって、低めの位置を攻撃しているその小足、遮断 B などが中段プラス下段の属性を持ってガード不能になります。浮いている間は地上の必殺技は出せず、空中の必殺技しか出すことができません。ヒットバックは自分対してはかからなくなるので、相手を端に追い詰めて連打キャンセルの効く小技を刻んでいけば永久になります。また前転をして横方向に感性をつけてから隙間なく、まあ、つまり最速で空中特殊技を出すと、特殊技で飛んでいく方向がおかしくなって、そのまま画面外へと消えていきます。アデナはコスチュームのせいで若干センシティブに見えますね。完全に画面外に消えてしまったら、もう相手側にできることはゲージためや挑発くらいしかありません。タイムオーバーまで待つしかないんですね。体力リードした状態で逃走すれば勝ち確ってことになります。台の向こう側からね、来て殴られる、リアルに殴られる可能性はありますけれども、一応勝ち確にはなりますね。補足知識の3、超火炎旋風痕を投げてバグらせるっていうもので、ビリーの超火炎旋風痕の火炎が回っているところを投げると、火炎がビリーの周りから離れなくなります。再度超火炎旋風痕出して飛ばしたり打撃攻撃を受けたりすれば消えますけども、まあ、そうしなければ消えないんですね。ビリーの周りを回転し続けるので、この状態で相手に近づいてヒットさせれば、そのまま、死ぬまで燃やし続けることができます。ヒット数が99を取りすぎて1に戻るみたいな現象も確認できます。火炎が回っている状態で再度超火炎旋風痕を出して、そこを相手に投げてもらえば、超火炎旋風痕をどんどん重ねていく、つまり増やしていくことが可能になっています。処理しきれなくなってフリーズした状態であるタスクオーバーまで持っていくことも可能です。補足知識の4、飛び道具のガード不能です。97では、実は98でもなんですけども、飛び道具を打つ技のモーションが終わる、行動可能になるのと同時に相手が起き上がって、さらに相手に対して飛び道具重なるようになっていると、相手はその飛び道具に対してガードポーズを取ることができません。言葉だけではイメージが難しいと思いますので、こちらをご覧ください。とりあえずダイモンにはしゃがみガードさせてます。ダイモンに対して近距離 C から強青いマナを決めて弱闇払いを最速で打つと、これガード不能になってるんですね。ダイモンには弱闇払いの硬直が解けると同時に、この闇払いが起き上がりに重なってます。こうなるとダイモンはこの闇払いをガードすることができません。ダイモンは今しゃがみガード入れっぱなんですよね。あの闇払いはガード不能で食らっちゃってることになります。八乙女の後に弱闇払いを打った場合も同じようなことが可能で、千鶴に対して八乙女を決めた後に遠距離立ち B を最速で空振り、さらにその後に最速で弱闇払いを出せばガード不能になります。ワイプ出しますのでご覧ください。
強制弾を奪うことができて、さらに飛び道具を重ねるだけの有利フレームを取ることができるキャラのみが有効活用できるこのバグ、まあ、結局イオリのためにあるようなバグっていう感じなんですけどね。イオリさんすげーっていう感じです。もちろんキャラごとのレシピ覚える、そのフレームどれぐらいなのかとか覚えなきゃいけないところありますけども、まあ凶悪ですよね。以上、強キャラプラスアルファの紹介解説とキャラランク謝罪補足知識をお送りしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。結局今回も長くなっちゃいましたんでね、次回こそはもうちょっと短くと思うんですけども、果たしてどうなるか。次回は隠しキャラについて紹介解説ができればと思っております。さて、本動画も終わりが近づいてまいりました。97は90年代の対戦バランス度外視でも売れた時代の異物という装いなんですが、前回の動画で申し上げた通り、娯楽という面では間違いなく傑作であると言って良さそうです。97は PS4 や Steam でグローバルマッチがリリースされており、快適なネット対戦ができるようになっています。ひどい回線でなければかなりいい感じにネット対戦ができます。見知らぬ人とルールを何も設けずに対戦をするとなかなかカオスなことになりがちな作品なんですけども、昔ながらの感覚を味わいながら対戦に興じることができるのでおすすめです。本動画の冒頭で申し上げました通り、他の KF タイトルの紹介解説動画や97の隠しキャラについての解説、そして実際の対戦が見たいという方はぜひチャンネル登録の上、動画の公開やライブ配信をお待ちいただければと思います。また当チャンネルでは KF に限らず 2D 格闘ゲームに関する様々な解説動画を公開していっておりますので、そちらにご興味のある方もぜひよろしくお願いいたします。長い動画になってしまいましたが、ここまでご視聴ありがとうございました。